こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界をお伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、ということで本日もまっチャンネル始まりましたが、はい、早速質問を紹介いたします。こちらはね、青森県の、10代の男性からの質問なんですけども、はい、力士にとって親方は怖い存在ですかという、まあ、こういう質問なんですけどもね。はい、うん、これはあの自分の師匠という意味なんでしょうね。まずじゃあそういう話としてお答え願いますか。うちの親方は元武蔵川親方の横綱の三重の海です、うん、はい、相撲界の中でも怖い親方として知られていました。そうですか。まあ、単にね、うん、あの怖いというのではなくてね、うんうんうん、きちんとしていてね、すごい厳しいもの方でした。はい、そしたらあの他にもじゃあ怖い親方っていうのはいましたか。まあ、相撲界にはね、うん、自分の師匠以外にもね、うん、100人余りの親方がいます、はいはい、力士の親方全員ね、うん、目上の大先輩、まあ、そうですね、はい、礼を尽くすのはもう当たり前と言いますか。あ、もう特にね、縦社会なんでね、もう皆さんじゃあ顔も覚えてないとちょっと不具合もあるいうことですね。入ったばかりの力士は、うん、あの親方の写真とね、名前を見てしっかり覚えてるみたいです。でないとね、やっぱりこう挨拶とかそういう名前をしますよね。その相撲取るとこ前にあったりしたら、うんうんうん、あ、親方やなってなんとなく分かっても、道端であって駅であったりしたらね、やっぱりこう、まあそれでも必ずやっぱり挨拶は必要で、うん、もうお疲れ様ですっていうのがね、うん、まあ一つのルールといいますか、礼儀でしょう。じゃあ親方の方はどういうふうに対応してくださるんですか。で、中にはね、挨拶を返してくれない親方もいますが、あ、はいはい、まあ会釈してくれる親方、うん、結構話しかけてくれる親方もね、そうなんですか。こう気さくな感じの親方もいらっしゃる、ね、ということなんですね、はい、あの優しい親方とかもいます、うん、あの横綱の北の海さん、はい、北の海親方ですね。あ、優しいんですか。そうです、あの、まあ、あの現役時代はね、はい、強くて憎たらしいなどとね言われ、相撲協会のね、はい、理事長時代にもね、はい、いつもあの厳しい顔していましたが、はい、まあ、とてもね、普段は優しい方なんです。あ、そうなんですか。僕らはね、同じ部屋じゃないんでね、はい、巡業などでしかね、はい、顔合わせることはなかったのですが、まあ、いろいろとね、話しかけてくれたりね、はい、あの特に北の海親方は野球などが好きなんでね、野球の話になると一生懸命こう説明してくれて、みんなに話してくれてました。そうなんですか、はい、それはなんかちょっと意外ですけども。そしたらまあ今のところ一番優しいのが北の海親方、ね、まあ優しいと言いますかね、そんで一番怖いのが武蔵川親方ということですか。まあ、武蔵川親方はね、うん、怖いことは怖いんですがね、はいはい、ちゃんとこう挨拶をすれば、はい、挨拶をして返してくれるというね、丁寧な方でした。うん、定年退職した今は、はい、あの武蔵丸の武蔵川部屋の弟子たちもとても可愛がっているみたいです。そうなんですか。はい、まあ、あの武蔵川部屋のホームページなどにね登場するんですけども、あ、はいはいはい、まあ、その親方にしてみたら武蔵丸の弟子なんで、はい、孫弟子に当たりますよね。その孫弟子に対してはね、まあ優しいおじいちゃんって言いますか、はいはいはい、そういうね、でもね、あのやっぱりあの武蔵川親方、うん、武蔵丸の師匠だった武蔵川親方なんでね、稽古に来た見に来てくれた時なんかはね、やっぱり稽古場が引き締まると、うん、武蔵丸さんから聞いたことがあります。そうですか。もともと厳しい中にも愛情深い人だったっていうことですね。はい、はい、ということで、まあ、非常にね、親方のことは怖かったけども今ではこういう気持ちっていうのがひしひしとわかるよという、そういうお話でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ではね、もう一つ質問いきたいと思いますが、はい、これは兵庫県の20代の女性の方からなんですけども、行司さんや呼び出しさんというのは土俵に上がるときは何を履いているのですかと、こういう履物の話ですね。履物ですね、はい、を聞いておられますが、いかがでしょうか。はい、まずあの呼び出しさんですが、はい、呼び出しさんは地によってね、はい、服装の違いがほとんどありません。あ、そうなんですか。ないんです、はい、上は着物、うんうん、はい、下は足元はね、はい、絞った袴で、はい、地下足袋などのようなものをね履いております。はい、
そうなんですね、はい、それが呼び出しさん の, あのスタイルですね。はい、で行司さんの方はどうなんですか。行司さんはあの、うん、烏帽子っていう、はい、頭に烏帽子かぶったに、はいはい、行司装束というね独特の着物を着ております。そうですか、はい、その地によってこちらは服装に違いとかはあるんですか。そうですね、あの行司さんにはね、はいはい、縦行司、三役格、幕内格、重量格とあるんです、はい、その下にね、はい、幕下格、うん、三段目格、序二段格、序二口格とね、まあ、番付と同じような感じで格が呼ばれております。はい、力士がね、はい、関取になるのと同様にね、うん、行司もあの重量格になると付き人がつき、また装束も変わってきます。そうなんですか。どのように変わるんですかね。はい、軍、はいはい、軍配の房の色なども変わりますし、はい、パッと見て分かるのがね、はい、着物の着方が変わってくるんです。と言いますと、あの幕下以下の行司さんは、はい、こう着物の下の袴っていうか着物の下の部分を絞り上げて、はい、あの素足が出るように、ふくらはぎがこうから下が出るような感じで裸足で行司をしております。そうなんですね。膝から下がこう見えてるような状態 で、しかも足は裸足、はい、裸足ですね。そうなんですか。これがあの重量格になると、うん、着物の裾が 足、はい、足首ぐらいまで、うん、の 着方になりますし、はい、またあの白い足袋を履くことが許されております。はい、しかも素足が見えないような状態になるっていうことなんですね。そうしたら随分ね風格が違いますよね。そうですね、うん、まあ、あのさらに三役格になると、はい、草履も履きますし。そうなんですか。旅だけじゃなくて草履も履ける。はい、またあの縦行司さんになりますと、はい、あの担当なんか持ってます。それがなんか物騒な話ですけど、ね、そうですね。またこれも伝統的なものなんですけども、うん、もし差し違い、うん、つまりあの勝負を間違えたらこれで切腹しますというようなね意味があってあの担当を持っていますけど、もちろんあの現実にはしません。まあまあまあ、そりゃそうですわね、はい、うん、でもねそれほどの、まあ、責任の重さっていうのを表しているというそれを持っているのが縦行司しかいないっていうのが責任の表しかもしれないです、うんうん、あ、そうですか、わ、はい、かりました。ということでね、呼び出しさんは直足袋を皆さん履いてらして、行司さんは、最初は裸足、そしてね白い足袋が履けるようになり、草履が履けるようになりということで地位が上がっているという、そうですね、まあ、そういうことなんですね。はい、はい、ということでありがとうございました。本日もあの皆様からの質問にお答えしましたが、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。チャンネルではこのように皆さんからの質問をお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。では本日もありがとうございました。また明日質問お願いします。